が変わって松は初めての三社を訪ねます。20世紀初めの雰囲気を残すと言われる三社、一体どのような街でしょうか。台北市内から数十分の三社、水運の中継場所として日本が統治した時代に栄えたと言われています。あ、ワンタン、昔そのワンタン行って本島ピンがね全部閉まってたってことなんだね。もう場所違うけど食べるか。ワンタン本島ピンいいか、いいかいいか。まずやってきたのは本島ピンの店。以前松は本島ピンの名所と言われるワンタンに撮影に行きましたが、時間帯の関係で店が全て閉まっていてありつけませんでした。場所は違いますが、どういうものか試してみます。前ね、ワンタンで食べ逃してるからね、本島ピン。三社だけどね、まあ場所違うけど。うん。小豆の風味が広がってね。あんこがたっぷり入っていて、程よい甘さの一品です。粒あんだけどね、もうその風広がって、だからワンタンの本場では食べてないんだよね。食べてないからワンタンの本場との比較はできないんだけど、これはこれで美味しい。で、日本に回転焼きってのあるけどね、それとよく似てるよね、あの生地のもちもち感と。これが同じなのか、小豆もね、かなり似たような感じがするよね。まず食べながら、場所は違いますが、ようやくありつけたという実感を持っていました。だいたいあの粒あんよりこしあんのが好きなんだけど、この粒あんはねすごくあのなんだろう、形が残してて、うん、その小豆の食感がすごい残ってるよね。うん、一つ一つこう薄味で甘くあんまりないから、その小豆自体のその甘さがすごい広がる。なんだよね。
まあそういうことでも評判らしいけど、なんかダイナミックな感じもあるし、細かいところでもすごくあの綺麗な柱とかね、ちょっと入ってみよう。やってきたのはサンシャーでは必見とも言われるツーシー廟。1767年創建といわれる古いお寺で、彫刻の美しさ台湾でもトップクラスといいます。この通信廟は台湾の観光資源の一つ。信仰する人はもちろんですが、観光客を訪れます。のんびりとした雰囲気と細やかな細工に、見ている人は吸い込まれそうになります。にぎわいを見せるサンシャー、日本の観光ガイドにも多く載っていますが、やはり地元の人を中心ににぎわいを見せています。中に入ってきたけど、サンシャーっていうのはラオチエとその、まあ、周辺にあるような市場とは、まあ、新しいマンション街でしょうね、あってそれぞれが違ったエリアみたいな感じになってるけど、このラオジェはね、もう全体的に見るとレンガ、茶色いレンガがすごいどん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 立ってるんだって。前あのダーシーに行ったけど、その時もラオジェがあって、レンガとか昔のね古い、建物の感じがあったけど、道幅がそれよりは少し狭いような感じ、ですごい一直線な感じがここはするよね、サンシャーのラオジェ。店は前回、店は前ダーシーに行った時は雨が降ってるからか、まあ人も少なくて、そしてあの、まあ、時間帯的に人がすごく少なかったけど、今回のサンシャーは比較的人が多いね。すごくにぎわいがある。ラオジェに入った松、この辺りはレンガ調の建築、風情があります。ラバニャン、ヘイタンマントウ、ああいいかいいか。この店は黒糖マントウで評価と、形は店によって様々と言います。黒糖マントウね、以前食べたことがあるのと少し形とね色が違うね。なんかあのちょっとねクロワッサンみたいな、そういうこう折り目が入ってるね。おお、もうその生地の弾力がすごい、もちもちして、で中すごいあの繊細な生地感が出てる、で味はもうほとんど黒糖のあの風味だけっていう感じで、それはもうほんのり広がってくる。そんなにあの甘いってわけじゃないね、ちょうどいい味が。だから好きな人はちょうどいいんじゃない。这个黑糖馒头怎么做？怎么做？要完全手工揉，然后每天那个不是高筋，不是重粉筋，粉筋，粉筋比中筋还要再高一点筋，它筋度比较高一点，高一点的，对，它做起来口感会跟包子不一样，不一样的。ふわ食感がたまりません。この独特の生地感とで、ほんのりとした甘さとね、で黒糖マントってあの場所によってというか店によって違うんだね。以前あの台北で黒糖マントの特製黒糖マントって紹介したことあるけど、あれはあれで人気店だもんね。でここでも評判らしくて、あの独特の形、練り込んであるような、だからふわっとしたような形じゃなくて練り込んであるような独特の形だから、こう中もうずになってるね。一つ一つやっぱ手作りの味わいがあるよ、すごく。一个慢慢折，
慢慢涨。一天买几个？一天你买两三千个。两三千。完全手工。手工两三千。两三千个。很辛苦的。对啊。两三千的。手作りの味をまずは満足げに頬張ります。の台湾食べ歩き、まだまだ食べ歩くの？そうです、まだまだ食べ歩きます。